こんにちは、旅プロカモチャンネルです。このチャンネルでは、日本全国の鉄道、空港、すべてを制覇した私なりの旅行の楽しみ方について話をしています。今日は青春18切符ということで、12月の10日からまた冬の青春18切符シーズンが始まりますけども、そのコースの作り方ということで、上越線をテーマにしたものということで、前回はその概要について話をしたんですけども、今度は実際にその作り出すまでの内容についてちょっと細かく、こんな感じでいつも作ってますよという話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まずは何もない Google の画面からスタートということになります。で、まあ、当然テーマみたいなものがあるかと思うんですけども、まあ、きっかけっていうのがいろいろありますので、まあ、今回の場合ですと、例えばまあ小説ということで、まあ、なんとなく思い出したフレーズですね。こう、今日の長いトンネルを抜けると、まあ、これ、そこはって書いてあるんですけど、実際、雪国で、そこははないですよね。雪国であったと。いうのを見ますと、まあ、出てきますね。で、これで、ああ、雪国、川端康成の作品ですねっていうのが分かります。で、その中で、みなかみから湯沢に抜ける上越線の清水トンネルがモデルであるとされていますと。で、トンネルを抜けた瞬間、視界いっぱいに広がる銀世界はとても感動的ですというふうになってますので、ああ、そういうところがあるんだということで、まあ、調べていきます。で、まあ、場所が近いかどうかとか、そういったところもあるかと思いますので、で、この際に、まあ、Google マップとか、そういったものを使って出してみようと思います。今仮にみなかみ駅ということで出してみます。はい。そうしますと、まあ、こんな感じで出てきまして、で、ルート乗り換えということで、この逆にして、でまあ、さっき見た湯沢駅っていうふうに入れると、実は同じその駅名が秋田県にあるので、まあ、これをやると、あれ全然違うなということで、まあ、分かりますので、うんと思って、まあ、調べ直します。そうすると、あれどれだろうっていうような感じになるかなと思いますので、まあちょっとどこか、まあウィキペディアとか細かく調べていきます。で、そうして見ていきますと、まあ細かなところ、まあ新潟県湯沢町というふうに出てきますので、あ、これは、あれかな、というところで、どこなんだろうというふうに考えます。で、そうしていきますと、ちょっとここに出てきますので、列車が止まった信号所は、土樽信号所、現土樽駅というふうに書いてありますので、じゃあ今度はこの土樽という地名を、入れて検索をしてみます。はい、そうすると細かく出てきましたので、あ、この場所ということが、これでわかります。まあ、群馬県と新潟県の間を結ぶ路線になりまして、で、まあ、拡大していきますと、在来線の上越線と、あと上越新幹線と、まあ、両方とも走っているということが分かりまして、で、これで行きますと、
まあ、越後湯沢という駅がありますので、まあ、そこまで行けば新幹線と在来線が一緒になってますので、まあ、ここは結構大きな場所だなということがわかります。で、じゃあ実際のトンネルですね。トンネルはじゃあどこだろうということで調べてみますと、清水トンネルというふうに出してみます。そうしますと、ちょっと清水トンネルというのがちょっと出てこなくて、新清水トンネルというのが出てきます。とりあえず新清水トンネルというのを出してみますと、まあなんかよくわからない感じですけども、ちょっと今一つなところがあるので、もう一回 Wikipedia、もしくはまあ Google の検索で調べてみます。でそうしますと、まあ、Wikipedia に清水トンネルというのが出てきます。で、そうすると、まあ、3つトンネルがあると。清水トンネル、新清水トンネル、大清水トンネル。で、大清水トンネルは、まあ、上越新幹線ということなので、関係がないでしょう、ということになります。で、まあ、ちょっと、ずっと読んでいきますと、まあ、昔はここは鉄道通ってなかったのですけども、このトンネルを抜けて群馬県と新潟県の間が一気に近くなったという、まあ、新潟県と首都圏の交通事情が一気に変わったという場所でありますと。で、ずっとやっていきますと、ここに小説冒頭の国境の長いトンネルが完成したばかりの清水トンネルであるとされているというふうに出てきます。で、これでずっとたどっていきますと、まあ、その後にこの新清水トンネルというのがもう一個できまして、で、途中土合駅を通り、うんぬんというふうに書いてあります。でずっと調べていくと、土合駅下りホームは新清水トンネルの中に設けられ、地上の駅舎までは486段の階段で連絡する構造になっていると。いうふうに書いてあります。まあなんか写真で見ると、ああなんかすごくなんか地下鉄みたいな感じだななんていうものがあります。で、完成により清水トンネルは上り東京方面専用、で新清水トンネルが下り新潟方面専用となったというふうに書いてあります。なんだろうなということで、今度はこの土合駅のところをもうちょっとクリックしてみます。で、土合駅を出してみますと、こんな感じで、よいしょと。まあ、下りホームは新清水トンネルの中にある。で、駅舎から10分ほど階段を降りないと到達できないという。で、関東の駅100線に入ってますよということですね。まあ、そういったものがありまして、ということで、まあなんか結構面白そうな場所だなという感じなのがわかります。ということで、じゃあまあとりあえずどんなふうに行けばいいのかなということで、今度はルートの選択ということに入っていきます。ということで、じゃあまあまずは、まあ、仮に東京駅出発ということにしまして、ちなみにこれは Yahoo の乗り換え案内という、まあ、ソフトを使ってます。まあ、スマホとかで出してもほぼ同じようなものが出てくるかと思います。まあ、他にもいろんな乗り換えのソフトはありますけども、大体使い方は同じかと思います。で、東京から先ほどの土合というところを出してみようと思います。とりあえずはまあ何も考えずに出してみます。まあ何も考えずダメですかね。手段というところがまあ大体何かしらあるかと思うんですけども、まあ空路、飛行機とか新幹線とか有料特急列車、高速バス、路線バス、
まあ、フェリーも実際使わないんで、これ全部外しちゃって、で、とりあえず今の時間で検索をしてみます。はい、そうしますと、到着時間が早い順に出てきますと、10時9分に出るのが一番早いということですね。で、これで、どんな感じだろうと見ていきますと、途中、高崎線の上尾駅で一回乗り換えをして、で、高崎に着いて、で、そこから上越線に乗り換えて、ということで、合計3回乗り換えをしていけばいいかなということがわかります。ちょっと、上尾のとこは多分、あれかな。乗り換えは隣かなという感じはするんですけども、高崎もちょっとせわしない感じですね。ですけど、まあ、それで行くことができると。まあ、東京から3時間40分ぐらいかかっていくことができるかなということがわかります。で、じゃあ、まあ、仮に土合駅に13時48分に着いて、で、これが先ほど言った下り列車になりますので、まあ、土合駅の地下のホームに着くということで、で、ここから階段を上って上りホームに行くということですので、まあ15分、20分くらいは時間かかるんだろうなというふうに思います。そんなふうに考えて、じゃあここから戻る列車はということで、もう一つ乗り換え案内をちょっと出してみます。今度はドアイから、こう、東京ということで、で、時間の方を、まあ、着いた時間にして、で、今度逆で検索をかけてみます。で、そうすると、15時34分に出る列車で行けばということですけども、まあ、そうすると、この駅のところで1時間46分かかると。いうことになります。結構待たされるなということで、じゃあもうちょっと早く出ていったらどうなのかなということを考えてみようと思います。で、ちなみにこの土合駅の時刻表をどのくらいあるんだろうということで見てみます。で、そうしますと、見ての通りなんですけども、この土合駅に平日に止まる列車というのは1日5本しかありません。平日の場合ですね。で、じゃあ土曜日はどうなんだろうなということで見てみますと、まあ、土曜日は本数が増えるんだなという、まあ日曜日も、まあ、日曜日も同じかということで、いうことがわかります。じゃあこれでいければ、いいのかなという感じになってきます。そうすると、じゃあ検索方法をちょっと変えていく感じになります。で、この検索をするときに、まあ、意外に失敗しがちなのは、ここの日付ですね。日付のところを行きたい日に合わせるのを忘れて、当日で今日の日とか、でやってしまって、平日と休日が逆になってしまって、で、本来乗るべき列車が運転してないとか、あとは土曜、日曜と平日では時間が変更になってますよとか、そういうのに当たることが出てきます。まあ、時によっては行き先が違うとかいうこともありますので、この点はすごく注意した方がいいかと思います。で、青春ジャージ切符、使うときなんですけど、12月の10日からということなんですが、最初の休みの方が12月12日の土曜日になりますので、12月12日に時間を変えて、で、まあ、まずはちょっと始発で行ったらどうなんだろうということで、かけて、じゃこれで東京からドアイまで調べてみます。はい、そうしますと、まあ、とんでもなく早い時間のが出てきました。まあ、一番早く行けば、この4時46分に東京出ると。
まあ、ちょっと地獄ですね、これですと。で、まあ、でもこれでいけば、ドバイには8時37分に着くことができるということで、まあ、頑張れば、これも可能かな。で、逆の方の時間というのを試してみます。ちょうど8時37分と出てましたので、で、検索すると8時39分に出るということで、じゃあ隣のホームに行けばいいじゃないかと、パッと思うんですけども、先ほど言ったようにこのドア駅というのは、地下の下りホームについてそこから486段の階段を上がって、上りホームに来るということになってますので、この間は少なくとも15分ないし20分ぐらいはかかると。いうことですので、これは無理ですね。ということで、7時39分は無理だということは、まあ、それより後の列車ということでいけば、これ8時40分に変えて検索をしてみます。そうすると、もう10時20分と、あらららららという感じですね。1時間40分ぐらい待たないといけないということになります。さあどうしましょうと、まあ、大体この辺りから来るとちょっと時刻表とか持ってれば上り下りあっちこっちペラペラめくりながらやればいいんですけども、こういう乗り換えのアプリとかは意外にこういうところがペラペラめくるとかっていう機能がないので若干苦労します。こういう時どういうふうにするかと言いますと、ここで初めてこの経由というのが出てきます。ここを経由してどこに行きましょうということを考えていきます。ですので、まず最初はドアイ駅に行きます。で、ドアイ駅で降りてから、一旦上り列車に乗って、みなかみ駅まで戻りますよということで考えます。で、みなかみからもう一回、上越線のそのドアイ駅を通る列車に乗って、じゃあ、越後湯沢まで行きましょうという。話になります。ということで、まあ、またちょっと始発列車で探してみます。で、そうしますと到着時間が早いものということで出てきました。見る限りですと、先ほどの4時何分とかっていうのではなくて、この6時20分とかあと8時29分というものが出てきました。じゃあ、一つずつ見ていきましょう。ルートの一番の方は、東京駅を6時20分に出て、で、高崎で7分で乗り換えて、みなかみで15分で乗り換えて、土合駅に着きます。で、土合駅で26分で乗り換えて、みなかみに着いて、で、みなかみで1時間ちょっと、時間がありますけど、それで越後湯沢に昼12時14分に着くということですね。で、もう一つの8時29分発の方になりますと、まあ、こちらは8時29分の快速列車に乗って高崎に着いて、で、みなかみ駅で、まあ、高崎で10分の乗り換えで、みなかみ駅に乗り、で、みなかみで11分の乗り換えで、長岡駅に乗り、で、土合駅に着いて50分。で、みなかみへ戻ってから、まあ、やっぱり48分の待ち合わせで、越後湯沢駅に乗るという感じです。まあ、これはもうお好みになるかなと思います。まあ、早い時間で行って、長く楽しむか、ちょっと、まあ、みんなグループで行くとかっていう時に集まるのに時間がかかるということであれば、こちらの方でもいいかと思います。まあ、最初のルートの方で行けば、ちょっとみなかみのところで一回小休止しましょうかということになります。まあ、土合駅のところが26分ですので、若干頑張って歩かなければいけないかもしれませんけど、この駅のところで、まあ、正直この駅何にもないですけども、長くいるよりは、まあ、
みなかみも温泉郷になりますので、そういうところの方で、ゆっくりした方が、まあ、何かしらお店とかもありますので、いいのかなと思います。で、こちらのルートで行きますと、まあ、多分、おにぎりとかお弁当とか、そういったものを持って行って、で、土合駅で、まあ、列車を待ちながら、ちょっと食べながら移動するということも考えられるのではないかなというふうに思います。で、まあ、こんな感じで越後湯沢に着きまして、まあ、ただ越後湯沢に着いて、で、そのまま帰るというのも芸がない話ですので、じゃあ越後湯沢で何かできないかということを探していきます。で、そうすると、まあ、ちらちらと、まあ、情報が出てきますので、何かないかなということで、やります。で、こうすると、なんか、なんだこれはみたいなものが出てきますので、ちょっと見てみましょうか。はい、そうするとなんかポンシュ館とかっていうのが出てきました。なんかお酒が飲めるのかなとか。ということですね。ほうほうほう。なんか面白そうだなっていう感じなところが出てきました。で、さらに、酒風呂とかっていうことで、酒風呂で見ると越後湯沢の天然温泉に新潟県の蔵元が開発した専用浴用のお酒を入れた酒風呂が楽しむことができますよと。で、薄めてあるので酒に弱い人、子供でも安心ですよと。おお、これ面白そうだねということになります。で、しかも見てみると、お、なんか上越新幹線越後湯沢駅直結というふうに書いてありますね。ですので、ああ、なるほど。で、改札まで土産物コーナーがあるということなので、あ、これだったら、まあ、外に出ることなく、駅の中で十分楽しむことができそうだなというのがわかりますね。で、新潟名物の笹団子とか、そういったものも買うことができるし、これ面白そうだな、ちょっとゆっくりしていこうかなという感じになります。まあ、なりましたという前提で、じゃあもうちょっと詳しく調べようということで、先ほどあった、まあ、ポンシュ館というので出してみます。はい、そうするとポンシュ館のホームページが出てきます。もう本当に日本酒だらけですよね。で、まあやっていくと、お、なんか新潟とか長岡にも同じような駅があるっていう、お店があるっていうことがわかります。で、越後湯沢駅店ということで、クリックしてみますと、まあ、先ほどのところでちらっと出てきた利き酒ができるというものがありますね。で、どうやらこの仕組みというのは、受付で500円を支払うと、おちょことメダル5枚をお渡ししますと。で、利き酒マシンからお好みの地酒を選んでくださいと。で、最大でおちょこ5杯分というふうに出てきますので、まあ、高いお酒とかのになると、ああ、多分メダルが2枚とか3枚とか必要になるのかなとか、まあそういうのがなんとなくわかるかなと思います。まあパッと今見るだけでも126種類のお酒があるということなので、これはすごいなぁなんて、多分思うかなと思います。で、あと他にじゃあ何があるのかなと見ていきますと、はい、ここで、まあ、爆弾おにぎり1合茶碗2000分ということで370円とか出てきました。おにぎりメニューというのがありますので、見ますと、はい、こんな感じで。まあ結構具によって値段は変わってきますけども、結構
いろいろとありますね。さらに。で、よく見てみますと、ここは、あれですね。麹を使ったラテのメニューとか、まあ普通のコーヒー、ソフトクリーム、そういったものもあるということがわかります。で、しかも、南魚沼産のコシヒカリを使っているということですので、まあお米、美味しいお米を食べるということでも結構興味湧くのではないかと思います。先ほど言った麹ラテ。で、あと酒風呂ですね。で、こちらは入浴料金が800円ということで、現状はこんな感じ。12月18日まではロッカーが1日無料、タオルセット2回貸し出しということになってますね。まあ、このタオルセットもちょっと細かなところはわからないです。バスタオルなのかフェイスタオルなのか、そこら辺のことはわからないので、まあ、場合によってはちょっと聞いてみるのもいいでしょうし、あとは、まあ、念のため自分用のバスタオルを持っていくということでも良いかと思います。そんな感じで楽しんでいけば多分2時間とかそのぐらいの時間は結構あっという間に過ぎていくのではないかと思います。で、まあ、お土産とかも買って、じゃあどのぐらいの時間に帰りましょうかということになります。じゃあ今度は帰りの時間を見ていきますので、今度は先ほど言ったような経由というのはなしにしまして、まあ、やっぱお風呂とかも入りますので、で、まあ、まっすぐ帰りたいということになりますので、先ほどの時間から行くと、まあ、だいたいこのぐらいかな、2時40分くらいにセットして調べてみます。はい。そうしますと、15時8分というのが出てきました。で、まあ、これで行きますと、まあ、みなかみまで行って、で、高崎へ行って、で、もう乗り継ぎも結構早いんですけども、うまくいけば東京に19時前には着くことができます。で、じゃあ1本遅らせたらどうなるのかなとかいうところですけども、やっぱりこれも時刻表を見てみます。で、見てみますと、15時8分の後は、これが越後中里って書いてありますので、これは乗っていっても、途中の駅止まりになりますので、これはダメですね。ということで、17時50分まで列車がないと。本当にローカル線だなというのがよくわかります。ですので、先ほどの朝6時20分で出た場合は、この15時8分で。で、8時台の列車で出てきた場合には、まあ17時50分の列車で移動するというのが、ちょうどいいのかなというふうに思います。じゃあ、まあそちらの方で、17時50分で出た場合は、もう東京に着くのが22時ということで、かなり遅くなります。まあ、このあたりは、まあ、好きなように組み合わせをしていただければというふうに思います。で、まあ、みなかみから先についてはですね、みなかみから高崎の間の上越線は多少本数が増えますけども、やはりこちらも1時間に1本くらいと非常に少ないということですので、まあ、乗り遅れとかそういったのには注意していただきたいと思います。で、あと高崎から先ですね。こちらはまあ、いろんな路線も出ていますので、選択肢も増えるかと思います。で、本数もまあそこそこあるんですけど、やっぱりまあ夜の7時、8時台ぐらいまで来ますと、本当に本数がガクッと減ってくるのがわかります。先ほどの15時台ぐらいので来た場合は、まあ快速列車とかもありますし、高崎から先、東京方面に向かう列車というのは、まあ、ほぼ10両編成とか15両編成とかで運転していますので、まあ、そういう点では楽かと思います。で、あと、推進車スキップについてもう一度おさらいをしておきたいと思います。
青春ジャーシキップ、今年の冬は12月の10日から来年の1月10日まで利用できます。発売期間は12月1日から31日までということになります。で、使えるのは日本全国の JR 線の普通列車及び快速列車の普通車自由席と、これだけ覚えておけばいいかと思います。まあ、BRT というのは東日本大震災の影響で、まあ、バス化された気仙沼とか大船渡とか、そちらの方の路線になります。まあ、今回の中ではちょっと関係ないかと思います。で、年齢制限実はありません。大学生向けとかそういうふうに思う方が実はまだいらっしゃるようなんですけども、年齢に関わらず誰でも使えます。で、まあ、あとは一人で5回旅行するでもいいですし、例えば5人グループで日帰りするとか、そういったことでも使うことができます。で、まあ、例えば他にも3人グループで日帰り旅行をして、で、あともう1回は2人で日帰り旅行するとか、そういう使い方もできます。要は5回分の利用が可能であるということです。で、値段については12,050円ですので、まあ、1人当たり2,410円と、1回当たり2,410円で乗ることができますよということです。で、あくまで乗れるのは JR 線の普通列車、快速列車に限定されます。ですので、まあ、途中 JR から第三セクターとかに変わった路線についてはほぼ乗ることができません。一部は例外的に利用することができます。まあ、今回は全部これ該当しませんので、全部中身については省略します。で、まあ、北海道に行く場合については、まあ、全く特急、普通列車が走ってない区間がありますので、それ用のオプション券がありますよという案内が出ています。で、もし特急、新幹線、あと急行とかに、乗る場合については別途普通乗車券が必要になりますよということです。ですので全く使えませんということです。で、普通列車、快速列車についてはグリーン車指定席を使う場合はこれは普通乗車券が必要になりますのでダメですと。これ該当するのは岡山と高松の間を結ぶ快速マリンライナーのグリーン車、これは指定席になってますので利用することができません。で、普通快速列車のグリーン車自由席をご利用の場合は別にグリーン券をお求めいただくと青春ジャージ切符と合わせてご利用になれますとあります。で、これが、まあ、関東首都圏のところを走っている、まあ、高崎線とか宇都宮線、あとは湘南新宿ライン、上野東京ラインですね。ですね、総武線とか、あと東海道線の熱海、伊東方面に向かう列車とか、そういったところには、まあ、ほとんどグリーン車がついてます。で、これは自由席ですので、これについてはグリーン券を買って青春ジャージ切符に乗ることができますと。まあ、これは覚えておくと、結構長距離乗るケースあるかと思います。で、グリーン券というのは何度乗り換えしても途中下車しなければ有効になりますので、例えば高崎から熱海までずっとグリーン車で移動する、で、一本の列車でなくてもいいですということがありますので覚えておくといいと思います。で、あとはライナー券ですね。湘南ライナーと湘南ライナーとかそういったものについては乗車整理券を使って乗ることができます。で、翌日にまたがる場合は乗車した列車が0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効ということです。まあ、ただ、大阪、東京等の電車特定区間については終電まで、まあ、これは山手線内とかそういったところになります。という感じのものになりますので、まあ、よく覚えておいた方がいいかと思います。で、まあ、5枚1組ということになってますけども、まあ、結構金券ショップとかに行きますと、
これを1回分だけ売ってますよとか、余ったの買い取りますよとか、そういったものもありますので、このあたりはうまく使うのも良いかと思います。はい、以上長くなりましたけども、こんな感じで使うことができるかと思います。では、今回の内容は以上になります。ご清聴ありがとうございました。